国内有数の真珠養殖産地である宇和海沿岸で2019年以降真珠の養殖に使われるアコヤ貝の違いが異常視する事態が続いています被害軽減に向けた模索が続く中通常の漁場とは別の避難漁場での飼育に一定の有効性が見えてきました現状や課題について宇和島編集部の井上加奈子記者に聞きます。よろししくお願いしますよろしくお願いします。 アコヤ貝の知外大量死について現状を教えてください。はい。2019年7月、宇和海沿岸を含む国内の主要産地で養殖中のアコヤ貝の知外が大量に死んでいるのが確認されました。宇和海沿岸では、一昨年と去年も夏場の水温が上昇する時期に同じような大量死が発生し、今年も6月に大量死の兆候とも言える異常死が確認されました。 今年2月、国の研究機関などが異常死、大量死の原因はビルナウイルス化の新種のウイルスと特定し、ウイルスを検出する PCR 検査法も確立しました。ただ、原因が判明しても大量死を防ぐ根本的な解決策は見えておらず、生産者にとって苦しい状況は変わらないのが現状です。はい。 そうした中で避難漁場という新たな取り組みに注目が集まっているということですが具体的にどのようなことをするんでしょうかはい避難漁場は母貝の養殖場で貝が死にやすい時期に従来飼育してきた通常の漁場とは異なる漁場で稚貝を育てる実証試験です通常の漁場には稚貝だけではなく成長した母貝もいます 原因ウイルスがどのように貝に感染するのか分かっていませんが密集密接を避け離れた場所で飼うことでリスク分散を図る目的もあります避難漁場の取り組みは今年4月から県漁業協同組合や行政が実施していて効果を検証するためのモニタリング調査を続け感染の状況やメカニズムを解明しようとしています。はははいいモニタリング調査はどんなことをするんでしょうか、はい 宇和島市と県漁協が通常漁場の4カ所と避難漁場4カ所の合わせて8カ所を対象に実施しています4月以降週に1回ほどそれぞれの漁場から一定量の違いを持ち帰り顕微鏡や肉眼でウイルス感染の特徴である外頭膜の萎縮の有無や死んだ違いの数などを一つ一つ調べていますはい地道な作業ですね これまでの調査でどのようなことが分かりましたかはい宇和島市によりますと9月9日までの調査で避難漁場で育った稚貝が通常漁場よりも死ぬ割合が低く成長もいいことが分かりました具体的には死んだ稚貝の割合が通常漁場から抽出した2月負荷が50%から100% 5月負荷が50%から60%だったのに対し 避難漁場では2月負荷が数パーセントから50パーセント、5月負荷が0パーセントから25パーセントにとどまったということです。また貝が死んだり異常が確認されたりした時期が通常漁場では6月中旬から8月上旬まで1か月以上にわたりましたが、避難漁場では7月中旬から下旬までと短期間でした。 避難漁場の違いはウイルスの影響が短かった分大きく育ったのではないかと見ていますはい避難漁場の方が多く生き残っているということですね担当者や生産者の反応はどうですかはい宇和島市生産課の篠宮洋一課長はウイルスに強い貝ができるまでの緊急的な対策として避難漁場は有効だと話しています避難漁場で実際に貝を育てている生産者も 異常死が少なく太りもいいと効果を実感していますただ避難漁場は通常の漁場から離れた場所にあります貝を大きく育てるためには海藻や汚れがつかないよう定期的に定理をする必要がありますが作業場との行き来には時間や労力、費用がかかります天候が悪ければ船を出すこともできず従来の通常漁場での作業と避難漁場の作業を両立するのは大変です 生産者からは労力をかけて避難漁場で飼育するか大量死を見越して通常漁場で多く飼うか現状での判断は難しいとの声も聞こえてきますはい、生産者の負担が課題となっているんですね今後の対応について教えてくださいはい篠宮課長は今回のモニタリング調査で分かった異常種の予兆などの情報を適切な方法やタイミングできちんと生産者に提供することが できるかどうかが鍵としています。避難漁場はあくまでも緊急的な対策で、いわば時間稼ぎです。母害がなければ真珠は作れません。生産者からはウイルスへの耐性がある強い貝の一刻も早い開発を求める声が上がっています。はい、10月下旬に対策を話し合う検討会があったそうですね。はい。 行政や県漁協などで作るアコヤガイ兵士対策協議会の検討会が松山市で開かれました。協議会の会長を務める県漁協の平井義則組合長は。この春に生産した稚貝の死んだ割合は。去年の同じ時期よりもやや少なく。去年までのような集中的な大量死は起きていないとの認識を示しました。一方で県水産研究センターの担当者は。 地域や貝の系統などではわらつきがあると指摘しています大量に死んでいる場所もあるとみられ油断はできません真珠産業は南予の基幹産業の一つですが後継者不足など他にも多くの課題が山積していますウイルスによる被害の軽減と産業の維持に向け県や関係する市と町生産者団体などが一体となり 実情に応じた有効な対策を講じていくことが求められますはいぜひ対策が身を結んでほしいですね今回のワンポイント解説はアコヤガイの違い大量死を受けた対応や今後の課題について宇和島編集部の井上か奈子記者に聞きましたありがとうございましたありがとうございました